皆さんおはようございます。3月17日、朝7時です。ですね、昨日大きな地震ありましたよね。うちの、愛妻が宮城県出身のもんですから、とても、心配して友達に電話かけてる夜していたようです。ここ天売島はですね、ほぼ、実は揺れなかったんですけども、私の妻のいる苫小牧や娘の住んでいる滝川は相当揺れたようです。連絡が来ておりました。びっくりしました、本当に。皆さんのお宅はどうだったでしょうか。お一人お亡くなりになったというのがニュースで流れてましたので、本当にご冥福をお祈りしたいなと思います。こういう時にね、本当、まあテレビなんか見てると、テレビやラジオを聞いてると被害が少なくてよかったなんていうことが流れてくるんですけど、本当にそうなのかなって。一人であってもその人にその人の家族がいて人生があってね、亡くなってるわけですから、被害が少なかったっていう言葉で片付けちゃいけないんじゃないかなって、もういつもそのこういうニュースを見るときに思うんですよね。海外で、特に海外で災害や他にも事故などがあったときなんかにね、日本人の死者、被害者はいませんでしたっていう言い方をすることもあるけど、それだってね、本当にそういう言い方でいいのかなっていつも思うんですよね。一人一人の方々に寄り添ってご冥福をお祈りしたいと思います。こういうことを、まあ、YouTube でそう世の中で起きていることを口にするようになってから、そういう責任があるのかなって自分自身思ってるわけですけど、だけど既存のテレビとかラジオを担当している人たちに、そういうこう一人であってもそのことをちゃんとこう痛めというか扱うというか寄り添う、そういう気持ちが足りないのがちょっと気になるところです。非常に心配な部分です。そんな中、連日お話ししているウクライナの問題について、ゼレンスキー大統領が国会で、日本の国会で演説したいと言っているのを、野党の泉、立憲民主党の泉党首が、やや慎重な物言いでですね、言う内容とかをあらかじめチェックした方がいいんじゃないかっていうようなことを言っているという報道が流れていました。どちらかというとマスコミは、野党また何言ってんだと、こんな非常時になんか腰が引けてるぞみたいな感じで言っているようですけど、イギリスで演説した内容っていうのを私は翻訳で読みました。それを読んだ感想、全文を読みましたが、感想を言うと、まあシェイクスピアの言葉なんかを入れていたっていうのが大きく報道されてますけど、一番の肝はヒトラーに攻められた時のイギリスが勇敢に戦った、それと私たちは今同じことをしている、思い出してほしいっていうようなことを言ってたんですよね。あとはアメリカでの演説では同時多発テロや日本の真珠湾攻撃をなぞらえて、それと同じことが今ウクライナで起きているという話をしてたんですよね。演説はとてもお上手ですし、ゼレンスキーさんは僕も頑張っているし、プーチンに、勇敢に国民を守るために戦っていると
というふうに認識はしています。していますが、もしそれが日本で演説するとなると、おそらくロシアとの関係で、私は、北方領土の問題、戦争が終わってから進行してますよね、第二次世界大戦で。いや、あとシベリア抑留してるじゃないですか、ロシアって。まあその時はソ連邦だったわけですが、それらのことをゼレンスキーさん多分言うと思うんですよね。まさかね、日露戦争のことは言わないと思うんですけども、私がゼレンスキーさん、だったら言うと思います。日露戦争に勝った勇敢な日本国民の皆さん、あなた方はロシアによって北方領土を取られたり、不当にシベリア抑留されたという過去も持ってますと。今こそ立ち上がって私に味方してください、私の国の皆さんを助けてください。確かにそう言われて共感しちゃうと思うんですよね、日本人のメンタルであれば。こう共感しちゃうんですよ。でもそれでじゃあ戦おう、ロシアと全面戦争して第三次世界大戦も厭わず戦おうってやっていいのか、やれるのか。戦争が起きている時こそ、誤解を恐れずに言えば冷静に物事を考えることは大事だと思うんですよね。もちろんプーチンがやっていることは許せない。だけどロシアのやることなすこと全てを敵視したり、ましてや今すぐ武器を持ってみんなで戦おうっていうような、こう熱い熱い、ムーブメントが起きるのは僕は危険だと思います。その結果、暴走してやりすぎてしまうのが人間なので、冷静に考えなければいけないっていうことは必要だと思います。もちろんプーチンに賛成するものではありません。それだけは何度も申し上げておきます。平和が大切ですし、侵略戦争はまかりなりません。そのことははっきり申し上げておかなければなりませんが、過去の戦争における両国のいざこざを持ち出して、そしてまあ、いわば彼の立場に立ったら当然なんですよ、ゼレンスキーさんの立場に立ったら当然なんですけど、煽って他の国の国民感情を煽って支援を引き出したいわけですから、そのことに対して、やっぱり過去のもう世界中で起きていた戦争のことを、負の部分、熱暴走みたいなすごい激しい暴走の結果何が起きたのかっていうのを思い出して、我々は対処しなければいけないんじゃないでしょうか。だからまあそう、盛り上がってる時にそんなこと言うなよみたいな気持ちになりますよ、そりゃ泉健太さんの意見を聞いたら。でも本当はそういう冷静な意見こそ大切なのではないかなと。私実は、泉さんに対してあんまり評価してなかったんですけど、これまで。そう、なんか保守って言ったのか、野党なのに野党じゃないみたいな発言雰囲気してるなって。でもこれに関してはやっぱり世の中が熱くなっている時にそれとは違う冷静な意見を言うというのは大切だなと思います。皆さんはいかがお考えでしょうか。私はゼレンスキーさんの日本での国会演説聞いてみたいという思いはもちろんありながら、
一抹の不安を持つものでございます。そういうことです。それでは気持ちを切り替えてください。今日は昨日よりはさらに、そうですね、風がなく穏やかな感じですね。決してあったかいとは言いませんが、穏やかな感じで、今朝朝が訪れております。上の方はこんな感じです。今日はね、誰かが、観察しに上に上がってるみたいですね。やっぱりだん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 雪がねなくなってきてますので、来る人もいるんですよね。さあ、じゃあ私も寒じきをね、実はあそこに、あの車の向こう見えますかあそこにねツッとして置いてあるんですよ。いや、テールとこういうことしてもね、全然物がなくなったりしないんですよ。素晴らしい島ですので、はい、もうね、新たな雪は降りませんので、降ってませんので、よいしょ、自分の足跡をたどってね上がっていけるのでね、かなり楽です。やっぱりね、はい、歩いた場所を歩くっていう、こうね、道が、そこに道ができつつあります、足跡のね何かの人生のあるみたいですね、言葉みたいですね。はい、上がってきました。昨日よりだいぶ楽です。実際問題、今までと言った方がいいかな、今までよりずいぶん楽です。はい、はあ、少しずつ溶けてる範囲が広がってきてますね。やっぱり春です。この私が立っているここもないですからね、だん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 、スノーシューがなくても上がってこれる時が近づいてきてるのかなという気がします。ここ前に下から飛んでくる氷を撮影したところですね。雪なくなってきてるでしょう。この向こうから下からふわ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 風でね、氷が吹っ飛んできているのを撮影しましたよね。もう雪がすっかりなくなってきてます、その辺のね。だいぶ、こう地肌が見えてきてます。でもこうやって下から眺めるとですね、宇都団地のところが最も雪がないんですよね。やっぱり、はあ、定点観測、マムシに注意でございます。おお、はあ、看板が完全に見えてきただけでなく、足元の部分まで見えてきてますね。一日でだいぶ雪がね溶けたことが分かります。本当に面白いな、こうなってくると。はあ、ここに別な鳥の足跡もありますね。これでかいから、水かけもないし、ウトウじゃないな。この辺どうでしょうね、なんだろう、鳥としてはカラスかな。よいしょ、どうでしょうか。よいしょ、よいしょ、はあ、今飛んできましたね。きっとカラスですね、この足跡は。はあ、よいしょ、だいぶ楽に上がってこれました。昨日とは全然、はい、もう足の重さが全然違います。もうだいぶ掘られていますね。
ウトウの足跡はさっきのカラスの違ってこういう感じなんですよね。お、カラスの足跡も昨日とはまた違って溶けちゃったから、昨日のあれはすごい見やすいウトウの足跡だったんですね。本当にたった1日でこれですから、奇跡的に見れる状態。これウトウが掘った土の跡です。はい、もう新しい、愛の巣を作るために、新しいというか、まあ去年使ったやつをリフォームするわけなんですよね。同じつがいが同じ巣を使い毎年育てるという、ウトウこそ本当の おしどり夫婦、おしどりはね毎年相手変えてるんですけど、ウトウは相手を変えないんです。生きているうちに相手が死んでしまうと、例外を除いてもうその後独身なんだそうで、例外とはうんと若い場合ですね。パートナーが死んでしまうとその後独身なんですって。すごいよな本当に。もう人間よりも、夫婦の愛情が強いのかもしれないですね、ウトウさんたちは。もうこの辺はもうスタンバイ OK って感じですね。もう穴がもう急にしっかりしてきましたから、雪が溶けるやいないや、もういつでも卵を産める状態。わあ、昨日から比べても一気に雪がなくなりましたね。ああ、本当昨日は貴重な映像をお届けできたんですね、皆さんに。ちょっと我ながら感心しています。丸一日でこれですから。1日で、冬の様相から春の様相にウトウ団地変わっておりますです。はい、おお、本当に変わった。昨日のと比べてみてください。今からでも皆さん全然違ってます。はい、いや昨日と別の場所みたいになっちゃってますね。本当にびっくりです。まあ、いや昨日見た感じではここ全体にウトウがわーっといて、まあ、この辺ですよね。こう土を掘るわけですよ、ガン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 。その土を乗せられた雪は当然あのように茶色くなりますから、ちょっと太陽が当たったら、まあ、天然の融雪剤よろしくですね。あの北海道ではよく見かけるんですけど、春先になると畑にあの農家の方が融雪剤をねこう撒くんですよ。まあ、あの簡単に言うと砕いた炭みたいなやつを撒くんですけど、それを黒いやつをこうさーっと広げた、今そんな感じになってるでしょ。雪のここが茶色ではありますけど、これはね、天然の融雪剤ですね。すぐに溶ける。だから、昨日と今日と比べると、こんなに、昨日ちょっとだけ日差しがありましたからね。あっという間に溶けちゃうんだなぁ。本当にすごいことだなぁ。ウトウさんたちが人力じゃなかった、調力で掘って、ああいうふうに、穴をうがってるわけですよね。自分のここが巣だ。ああ、ここ吹き溜まりがすごいから、ここに巣があるウトウさんは大変だな。ここはなかなか掘れてる。あの辺に苦労の跡がね、見られますよね。本当に。こういうところに巣を持っている人は大変だ。だからやっぱり、場所場所で、その一等地みたいのがね、ウトウさんたちにとってもあるんだろうなっていうことが容易にね見て取れますね。
こっちもすごい、もうね、雪の上に糞が目立ちますよね。雪の上の糞が、雪の上だと糞が目立つ。すごい、こっちももうね、何にもなくなってますよ、雪が。いやー、本当にね、なかなか昨日の動画は、私的にも永久保存版ですね。ちょっとこう、無理して上がってきてよかったです、本当に。そういう貴重なね、こういうか貴重なもんがね、見られたっていうことで、十分、今日になって余計にその貴重さが分かったという、丸一日こうやることでね、貴重さが分かるっていうのは、丸一日減ることね、非常に感慨深いものがありますね。いやー、素晴らしい自然をめでている私ですが、ウクライナの方々はそんな余裕もないわけですよね。だからくれぐれも申し上げておきますが、やはりプーチンが行っている侵略行為は許されるものではありません。私たちがこの、平和憲法を持っているこの日本国の国民である以上ですね、平和を希求しなければ、ね、いけないわけですが、一番しなければいけないのは戦争によらずですね、解決する道を、その方法を探ること。どんなに悪党であってもプーチンがね、その悪党をみんなで、まあ、ぶっ殺そうみたいなね、こん感じのことには加担しちゃいけないんだと思うんです。私たちは例えば安倍首相に、プーチンをね、説得しにモスクワに行ってもらうとか、そういうことをね、通じてなんとかこう仲立ちしてでも止める方向で動ける、そういう国だと思うんですよね、本来は。アメリカの方にくっつきすぎちゃうと、もう現時点ではひょっとしたらプーチンが受け入れてくれないかもしれませんが、話し合って解決できるものならしたいと。そしてもしも無理でもそれを諦めない、トルコやイスラエルがやってますよね。その役を一緒に日本も務めなければいけないんだと思います、私は。まあ、ロシア国民の人たちもね、抗議の声を上げてますからね、ウクライナの人たち、そしてロシア国民の戦争に反対する人たち、その人たちと深く連帯して、日本独自のね、できることを模索していく、それこそがね、あの日本国憲法に書いてある理想に近づく道だと思うんですよね。何しろ全文に書いてありますからね、世界の人々の真偽に信頼してこの国の安全と生存を保持しようと決意したって。ということはロシア国民の人たちも、その全世界の国民がと歌ってますが、日本国憲法はその全世界の国民の中に入るわけですよ、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。これは当然ロシア国民も入るわけですよね、実はジョギングバカ、日本国憲法全部全てそらんじることができるようになってますんで、この部分、本当に今こそ大切にしなければいけないことだと思うんですよね。
ロシア国民全体が敵なわけではありません。そのことだけは、冷静に、まあどうやらゼレンスキー大統領の日本の国会での演説は実現しそうな情勢ですので、ロシア国民全部が敵ではない、ロシア国民で世界の敵なんていう人はいない、いてもプーチンです。しかしロシア国民の人たちをも救おうと思ったら、そのプーチンとも交渉しなければいけない、それが現実だと思います。まあそのことを念頭に置きながら、一つ冷静にゼレンスキー大統領の演説を聞きたいと日本国民の一人として思います。それでは皆さん、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また、今日も一日お元気でお過ごしください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。